さあゴラス、カラーの隠し味はポッカーであるマイナス4ゴラスユーロを照らしましょうか。白の光でみんなを浄化、ゴラスホワイト中村シェーバー。さあこの番組は悪の組織の幹部である我々5人が人々を虜にし世界征服を目指す一大スペクタクル番組です。ねえねえ、さあ前回はタイパを意識した訓練やってまいりましたけれども、かなりいいとこ見せられたんじゃない。できたよ、才能出ちゃったからね僕のね、うん、新しい、これから特技の欄にはあれを書きますね。首の後ろにボール乗せる、うん、キモい。いいっすね、キモい。無駄に文字数取るし、副業の方でも活かせるかもしれない。副業の方にこの書いとこあれ、うん、さあということで、早速資料から指令です。ゴーラス5への指令、うん、ゴーラス5の分身である五人衆が誕生してから3年が経った。もう経つの、3年も経ったのか、うん、この辺りで五人衆を強化するために成長した姿を考えてもらいたい。では成果を期待する。ほー、はあ、なるほどね。3年いるんだなこいつらもな。今もうやってますけど、おいゴーラスエッグの足ぶち折れてんじゃねえか。一回そんなわけないだろ、見間違いだよ。なんか後ろでテープだけで、後ろ見せる、後ろダメ、裏側テープだけで保管されてる。ダメ、裏側見せちゃったら、うん、生きてるんだからゴーラスエッグ。新しいの作ってくれよ。裏側とかないのよ、うん、でもね、しょうがない、今修復中だから。はい、ということで、今回は我らの、分身である五人衆の成長した姿を二人で考えていくということだ。進化系な、進化系、まあ、3年も経てば進化しますよ。はい、なんで、ちなみにブルーとグリーン、ピンクが以前同じように、進化させているらしいんですけれども、向いていきましょう。ブルーの分身キャラクタージードッグ、こう可愛いね。あ、だんだんこう首とか伸びていってこう分裂してくんだね。良さ消えちゃった。赤と 青が分裂しちゃった。可愛かったのにな、なんかちょっと怖いな。でグリーンの分身メガネクサは、はいはいはい、まだこれ3段階進化の3段階目じゃないの。本当に2段階目すっ飛ばしてない。なんこれなんど、あ、メガネ一応あるのか。あー、キャナピラーみたいについてる。そうだね、だいぶでかくなってるね。怖い、なんかそのなんか発展途中の AI が描いたやつみたいな。ピンクの分身アクイちゃんは、人型になっていくんだ。なんかちょっと ライダーっぽくない。こういうライダーいたよな。ライダーっていうかこういう、あ、そうだね、なんかスカル系の、スカル系の新仮面みたいな、なんかちょっとまあ3人とも商品化する気なしと。なしですね。え、聞いたの、私リーダーだから一応これって進化させたものもグッズとかになるんですかって言ったら、うん、っていう予定だったんだけど、前の3人があのこういう感じだったんで、うん、できないと思います。できないですって。じゃあ何だったんだこの企画っていうことになるんだけど、まあまあまあいいのね。じゃあそっちの方向で行っていいのね。うん、はい、じゃあ我々もしっかりとした5人衆考えていきましょう。オッケー。まずはイエローの分身キャラクターキーマンから考えていこう。まあ今の時点ではまあそのターバン巻いてて、うん、でこうヒゲに見えるけど実はこれは全部カレーで、でカレーをペロペロしてて自給自足しているという。うーん、自給自足っていうのがことなんかセリフなんだよね。みんな覚えてないかもしれないけど本当はそうなの。必殺はさ、これ何、ぬか喜び合コンって書かれてるけど、これなんだ、ぬか喜び合コンはなんだ。てめえが考えたんだろうかこれ。これてめえが本当になんだっけ、なんだっけ、ぬか喜び合コン、ぬか喜び合コンってなんだ、全誰も覚えないなんでだろうな、なんだろうねこれ、なんだっけな、全然思い出せないな。まあじゃあそれを、はい、まあ、元にというか元に、元が全部崩れてるんですけど、カレーの魔人ですから、まあ、カレー感は崩したくないよね、うん、うん、キーマカレーじゃん。カレーの種類変わるっていうのは進化したら、あ、それありね、うん、何カレーが、シーフードカレーとかさ、あー、はい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 、うん、魚入ってるみたいな、なんかいろんな魚とか、はいはいはい、イカとか、イカとかね、うん、あ、それが漂ってるみたいな。それはいいかもな。じゃあちょっと書いてこよう。かなりいいよ、このアイディア。それはいいよ。いろんなカレーの、それこそカツカレーとか、はいはい、トッピングが足されるみたいなのどう？そう、キーマンに。で、みんなにカレー振る舞うじゃん、絶対こいつ。うん、うん。口から出すってのどう？大丈夫それ。口から出していい、うん、頭とターバンちょっと変えたいかな。進化さんとなんかね、ちょっとなんかなんだろう、このドラゴンボールでいうピッコロさんみたいにさ、うん、そのこれが実はこの制御されてる
ターバンで、ああ脱いだら強いみたいなのいいんじゃない？ああ、じゃあ取った姿を出そうか。だから進化だからね。 OK。 全部のせキーマンです。帽子を取るとやっぱりターバンの中には素敵なカレーがあったということですね。七福神になりきれなかったやつ。あとは心なしかこうちょっと桜桃子先生の世界観、ちびまる子ちゃんに寄せてる感じなんですけど、ね、いいですね。やっぱこうこれ一番キーポイントかな。シャープの空気清浄機、ちびまる子ちゃんの皮きれいにしてるおじさんの宿敵でしょ。皮逆にカレーでちょっと顔似てない、あのカレーで汚しますって。なんか佐々木のじいさんだっけ、なんだっけ、なんか名前あったよね佐々木のじいさんみたいな。皮ちょっと似てない顔、皮汚しまくってライバル佐々木のじいさん。ゴーラス。じゃあ続いては、はい、ゴーラスエッグの進化系を書いていきたいと思う。楽しみだな、うん、俺こいつのこと大好きだから。これ一番やっぱ今見るとマスコットっぽいわ。キャラクターとして秀逸だよね。すごい優秀、うん、描きやすいしね、色も。あと俺はね、この進化も正直見越してた。だってこれだから卵でしょ。なんだ、楽しみだな。じゃあもうあんまりヤバなこと言えないよね、決まってるんだったらね。やっぱいやもうでもどういいですよ、あのいい案があればどんどん僕採用していく。柔らかい頭も持ってるな。優しい、はい。やっぱりね、あの卵から帰ったら今可愛い系ですけど、うん、ちょっとかっこいいやつの方がいいんじゃないですか。やっぱりかっこいいやつね、分かった、うん、かっこいいやつはね、俺もちょっと目指してたとこなんで。ゴーラスエッグは、必殺技がゴーラス説得、そしてそんなこいつが説得してるとこ見たことないけどゴーしか言ってないです。動画内の情報を補足できる、理路整然としている。本当かここ何年か見たことないぞ、こいつが理路整然としているところ。これあれか、進化した後のことを先に書いちゃったのか、もしかしたら見越しすぎて割れちゃうのだ見越してるね。見越してるでしょ。あれ見越してるわ。ゴーラスエッグ？あ、まだ？全貌は。そう。途中なんだ。はい。え、すごい、何それ、なんか下、何？その赤いやつ。なんか太陽。ゴーラスエッグの中、結構ちゃんとそういう感じだったんだ。そうでしょ、卵の中で。そうだけど、そんな血とか血みたいなやつが滴ってる感じ。左手だけやっと、うん、あとそのそいつはなんでそんな顔をしていられるの突き破られてるけど、なんか顔に見えてた模様な、これえこれ模様な、それ模様なの。あ、じゃ顔じゃないんだ、うん、あ、そういう模様なんだ。へ、だってこれだから中身は。そうかそうか、そんな赤いやつ出てくる。それだね、洗ったら赤くないよね。赤い赤いやつ出てくるの中から、ま、ゴーラスホワイトのマスコットキャラなのに、うん、腕なくってさ、あのみんなとこう5人衆でいた時リモコンとかさ取れなかったんだけど、みんなでリモコン奪い合いとかしてる時にもうこれで取れるようになるから一番取れるから一番取れる、譲るよねみんな、うん、いいですいいです。いやちょっとそこの中まで見たかったかな。3段階とかじゃないから、これ8段階進化ということで、全ての5人衆を進化させられたので今回は以上だ。おそらくもう壮観じゃない5人衆壮観だけど進化、結果キーは一番まともじゃない、一番グッズ化できる。いやエッグかな、一番まともなのは。そんなわけない、そんなわけない、怖すぎるでしょはい、まあ、グッズになることは多分ないんで、正式なやつを多分考えるんでしょう、きっと。さあ、それでは来週も
さあゴーラス美食コマ。俺らもそれなりに長いこと活動してきてるし、そろそろ必殺技とか欲しいよな。必殺技か。甲賀は例えばどんな能力が欲しいの？そりゃもちろん派手なやつがいいな。こないだ読んだ漫画に炎を操る能力者が出てきてかっこよかったんだよな。確かにかっこいいけど火は危なくない？ちゃんと始末しないと火事になっちゃうし。なら水を操る能力でもいいぜ。水ってクールでかっけえイメージだからな。水か。夏はいいけど冬場はちょっと寒そうじゃない？じゃあ朝日はどういう必殺技が欲しいんだよ。俺はやっぱりお金を操る能力がいいな。世の中お金があれば大抵の問題は解決できちゃうからね。あ、悪くねえけど現実的すぎて夢がなくね。夢と現実どっちが大事かは永遠のテーマだよね。それじゃ来週もさあゴーラス。